日は苦しいのに生きてる意味について話をしていきます。人生にはいろんな出来事が起きてきます。いいこともあれば悪いこともあります。ですが、どちらかというと思い出すのは楽しいことよりも人間関係のトラブルや思わぬアクシデント、病気などいいことよりも大変だったことや苦しかったことが次々と浮かんできます。ですが、何か不幸なことが起きたときはとても辛いのですが、それは人生を見直すチャンスでもあります。なぜかというと、苦しいのに生きてる意味を考えるからです。例えば、友達に裏切られたり、周りの人と打ち解けられずに孤立したとき、苦しむために生まれてきたみたいだ。こんなんで生きてる意味あるのかなという疑問を持つことがあります。また、仕事を辞めなければならなくなった時や、定年退職をした時、仕事を生きがいにしていた人は、何のために生きてきたんだろうという大きな疑問に突き当たる人もあります。また、誰にでもあり得ることですが、大きなハンディキャップを背負う病気や、もう治らない病気になると、生きてる価値が見出せず、こんな状態で何のために生きてるのかなという苦しいのに生きる意味が大きな問題になってきます。ですが、私たちはもちろん苦しむために生まれてきたのではありません。苦しむために生きているのでもありません。幸せになるために生きているのです。人は幸せになるために生きているというのは昔から言われていたことです。2000年以上前の哲学者アリストテレスもこのように言っています。幸福こそは究極的、持続的なあるものであり、我々の行うところのあらゆる事柄の目的であると見られる。幸福が私たちの生きる目的だということです。私たちは幸せを求めて生きているということに、異論を唱える人はいないとも、アリストテレスは言っています。確かに、受験生が好きでもない勉強を一生懸命頑張るのも、サラリーマンが好きでもない仕事を一生懸命やるのも、幸せを求めてのことです。受験生であれば、勉強して志望校に合格した方が、幸せになれると思っていますし、サラリーマンであれば、嫌でも働いて収入を得た方が幸せになれると思うからです。では、何が幸せなのでしょうか。幸せになるために生きているということ自体は、みんな共通なのですが、では、何がみんなの求める幸せなのかが難しい問題です。アリストテレスの考えは、幸せとはある程度お金などに恵まれた上で、自分の卓越性に沿って活動し、これからもそのように生きていくことだと言っています。卓越性というのは、強みのことですので、要するに強みを生かして得意なことをやって生きていくのが幸せということです。そしてこれからもそのように生きていくというのは、今は強みを生かして生きていても、途中でできなくなってしまうと、幸せも終わってしまうからです。アリストテレスは、卓越性に沿って活動していれば、ちょっとやそっとでこの幸せは壊されないだろうと言いますが、やはり大きな不幸が連続して起きれば壊されてしまうと言います。それは確かに事故や病気などで強みが発揮できなくなることはありますし、年を重ねて強みが衰えていくこともあります。そして最後は死ななければならないので、この幸せは続きません。この強みを生かしてみんなに喜ばれる活動をする生き方は、2000年経った今でもいい生き方としてよく言われることですが、だんだん年を重ねて最後は必ず死にますから、やはり苦しいのに生きる意味の最終的な答えにはならないのです。では、苦しいのに生きる意味は何かというと、続かない幸せを追求するためではなく、変わらない幸せになるためです。崩れることのない幸せになるために、どんなに苦しくても生き抜かねばならないのです。このアリストテレスをはじめ、今まで誰も見つけることのできなかった変わらない幸せとは何かを明らかにされたのが仏教です。その変わらない幸せになるには、私たちが幸せを求めても幸せになれずにいる根本原因があるので、その根本原因を知り、それさえ断ち切れば、変わらない幸せになれることが明らかにされています。では、私たちが幸せになれない根本原因とは何かについて、詳しくはビデオの下の URL からご覧ください。